今回は、初期日向の負けヒロイン感がヤバすぎる読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。改めて見るとびっくりするくらい負けヒロイン感バチバチだな初期日向。あーこれね。ずらし、ヒロインですらなかった気がする。スキゾイドちゃんに似てる。言うて桜ちゃんが魅力的に見えたかというと、中忍試験あたりからいいシーン増えてくるけど序盤がマイナスすぎる。ただ読み返すと桜ちゃんも正ヒロイン感薄いしな。一途な子が勝つのいいよね日向も桜もだったな。そもそもヒロイン争いすらしてなかったのにナルトが幼少期の腫れ物扱いから英雄扱いになるという展開の流れでなんかヒロインの座が転がり込んできた子。桜ちゃんはヒロインというよりナルトサスケに対する準主人公みたいなイメージ最終決戦に加わってるのも込みで。桜ちゃんも大概貫く女すぎるさすがにサスケが国際的指名手配犯になった時はナルトもういいよ諦めようよってなってたけどナルトが絶対に曲げねえやつすぎた。序盤でナルトに矢印が向いてる唯一のキャラだからそりゃ読者も好きになる。人気投票で人気高かったの日向。ネジ線がめっちゃけなげだからな。中忍試験編の人気投票は普通に桜より人気だな。原作じゃ全くヒロインには見えなかったけどアニメ始まった時にすぐヒロインは日向ですって岸影様に言われた水木奈々。キバがナルトとの仲を応援してたのが意外っちゃ意外。ナルトにずっと一途でっていうにはいささか出番が少なすぎたと思う。ヒロインルート入った後から見ればそうなんだけどその前に日向のことをナルトをずっと思い続けてるヒロインと認識していた人は少数派じゃないだろうか。まあ脇役その1だった期間は長すぎたかもね。日向とのフラグ立て以外にも同期の誰か殺すかって時に木場だと悲しくないからって理由もある。ひどい。木場そんな嫌な奴だったっけ？嫌かどうかじゃなくて単に思い入れと繋がりが薄いからでは？それでネジ選んだんならその結果あの悲しいどころか間抜け極まりない最後になったのギャグすぎるな。実際他より泣かせられそうなキャラ戦しといてあの始末だからネタにされてんだと思うぞ。ネジ兄さんとそんな大差あるかな？一部ならまだしも二部だとな二部の活躍度合いならそんな変わらんし。日向に対する印象はアニメ込みか原作のみかで全然違うだろうな。桜ちゃん序盤が微妙だったゆえに中盤以降の戦力激増ぶりから、結局最後の最後までサスケ一筋で貫いてゴールインしたところまで好感度右肩上がりだった。本家の娘が見事なると射止めるあたりヒューガの家ってさすがだよなって。桜は一途といえば聞こえはいいけどその分ナルトの扱いがあんまりすぎて、落ちこぼれが慕ってくるのはちょっと、まあ桜ちゃんがナルトにひどい扱いするのと同じくらいサスケに桜ちゃんがひどい扱い受けてたから。大人日向と桜いいよね。岸影様明らかに熟女書いてる時の方が筆が乗るし、篠よりは牙の方がまだ目立ってただろ。数人死んだ内の一人とかならともかく牙だけ死亡とかネジ以上になんだったんだこれになるから。桜に関してはどんなひどい目にあってもサスケを思い続けたその信念と連合が報われてよかったという感情がでかい。長次が死ぬパターンもあったの？長次が死んだらナルトというよりひかまるのイベントになってしまう。やっぱ日向は強いしネジは本当の天才だってばよ。アニメでカットされる一連のセリフ。日向はずっとナルト一筋だったけど桜ちゃんは普通側の女の子からこうの女にクラスチェンジするからヒロインの意味が違っている。キバは結構日向の思いとかを気にかけてるけどナルト側が認識してないからあそこで殺してもな。悪友的な意味ではショックでも二人の間のイベントにならねえ。結局デザインも性格も桜の格上すぎたからヒロインにならざるを得なかったロングヘアは微妙だが。サスケが強すぎて桜のヒロインの立ち位置が宙に浮いてたいうか。そのせいで結婚して娘までいるのに桜が低年期すぎる。桜ちゃんはヒロインとしてはちょっと性格悪いのが本編後の外伝含めて一貫してるのは尖りすぎてた。範囲攻撃からナルトを守ろうとする日向をかばうネジって構図がもう間抜けすぎる。最終回当時は主人公とくっつかなかったという理由だけで桜を負けヒロイン扱いするのが多かった。ボルトでサスケとのカップリングで再評価されたから負けヒロイン扱いはそんな長くなかったと思う。さすがにあの最終回でサスケ手に入れておいて負けヒロインはないのでちゃんと見てない人の意見かな。ナルトに負けたんではなく読者に負けたってのが正解だな。
むしろ桜ちゃんがヒロインらしい積み重ねをできなかったというか、就任試験とサスケの離脱からの七半消失状態が長すぎる。サスケが好きだからこそナルトがサスケ執着するのやめさせようと偽告白したり、サイたちを眠らせて自分の手でサスケを殺そうとしたりしたわけだしな。そういや当時は偽告白の部分だけくり抜かれて叩かれてたな。そもそもナルトに矢印ないからな、桜ちゃん序盤なんてマイナスからスタートだし、ただメタ的に造形失敗からテコ入れしまくっていびつになったスキルツリーでサスケを追い続け、インフレについていったのが漫画のヒロイン像として唯一無二で好き。3話の桜ちゃんの発言はナルトが腹下してなかったら本当に危なかった。結果的に良いキャラになったけどヒロインとしての魅力に欠けすぎた結果ヒロインレースから脱落したのは紛れもない事実よ。本編終わってからヒロインとしての魅力出てきた感じがある。ザラスト以降の姉御肌桜ちゃんすごくキャラとして好き。桜ちゃんの魅力上がるの戦争からだなとは思ってる。戦争というか100号を覚えてからラストの桜ちゃん良いよね。ナルトの怖くて頼れる姉貴みたいな立ち位置は結局あれきりでまたちょっと別のポジションになった感じだけど、というかナルトとくっつく方がないだろ桜ちゃん。それはないですよってわざわざ作中でもやったしな。そもそもどちらかといえばナルトが桜の負けヒーローな立ち位置だし、女性ファンが負けヒロインが違う男とくっついた時と同じ反応してたのがちょっと面白かった。だいたい桜が七班全員からチヤホヤされる幻覚見てる人だった。ナルトが主人公として過酷すぎるし、一話から追っかけるとそら最初から好意的な日向の存在がでかくなるなぁと思う。原作だけ見たらナルトが誰かの好意に応えるとかやってる余裕がねえ。ナルト本人がサスケに執着してるのもあるけど桜のために取り戻そうとした部分もでかいから桜がサスケ殺しに行ったよってところで体調崩すわけだしな。桜ちゃんが思いのほか男前だったのと日向と兄影様が頑張ったおかげだよ。ヒロインレース云々よりサスケどうすんだってのが里抜けしてからのメインだったもんな。いろいろあったけど帰ってこれてよかったよ。まあまた里抜けするんだが、2部以降はずっとナルトがサスケ一筋なのがいけない。でも読者から見てもサスケどうなるんだろうが一番気になってくるから仕方ない。結局桜も日向もずっと追いかけてた人とくっつけたわけだしな。桜ちゃんは最初の印象とか嘘告白とか物語のヒロインとしては冒険しすぎ感あるけど、早い段階でナルトを評価したり仲間として支えようとしてるのはなかなか語られない。これがあるからヒロインというより特に親しい仲間の一人ってイメージなんだよな俺。ナルト評価だとイルカ日向ジライアの2強がいるからどうしてもな。ただナルトサスケのインフレに追いつこうと頑張り続けたのは好き。イルカジライアの並びに日向は来ねえんじゃねえかな。一部でナルトにはっきり好意伝えてナルトからの評価も良いのがこのミスト。他の人たちは順序はあれど手のひら返しの手順があるからナルトの中でどうしても壁があるのが明かされたのが真実の滝。恋のさや当てとか1秒もやってなかったのにヒロインレースに負けたとか無限つくよみ食らってるとしか思えない子がおる。そもそも桜はナルトに甘えてるんじゃないって部分もちゃんと際に突っ込まれてるし、最初にサスケにうざいよされるのとか含めて分かって回転だよな岸影様。疾風伝序盤ぐらいのナルサクの雰囲気は結構好きだ。恋愛って感じじゃないけど気心知れた仕事仲間って感じで、一部みたいなギャグやりつつ若干しっとりしてるのもいい。桜ちゃんはギリギリまでそれ日向でよくねってイベントも消化しちゃってて、ネジ脂肪はフラグ不足でルート入った感じは今でも思う。ネジ脂肪はそもそもネジ側のイベントでもあるあいつ人気で生かされただけで、本来鬼はラベマルであの死に方するはずだったし、あれやっぱりジャンク系裁判だと万事消えてたの。上にもあるけどナルトが桜ちゃんに好意寄せてるシーンが疾風伝から減ったしな。ネジはいくらでも格好よく死なせられそうなのにあまりにもあっさり殺しとくかくらいのノリで死んじゃったのかわいそう。クモ相手に死んでた方が生えそう。桜がナルトに異性として好意向けてた期間がないからヒロインですらないっていうか、ヒロインはヒロインだけど言葉通り女性版ヒーローのヒロインだもんな。ナルトって話のヒロインではあるけど、漫画全体のヒロインとして桜を使うために性格そのままに性能は試行錯誤しまくったからな。現実適性、頭脳天才、医療忍者、チャクラコントロールからの捨て頃ゴリラだから。まあ綱でも似たようなもんだし、特に戦いにおける動かし方はめちゃくちゃ悩んだんだろうな。結果的に頭いい子が医療系行くのはすごくしっくりきたけど、桜がナルトを認めたとか言ってるけどそれ以前の振る舞いを考えると、何を今更ポイント稼ぎしてるんだとしか思えなかったし、当時のネット民も大体同じ意見で日向がヒロインになった時は皆歓喜して桜ざまわしてたよ。
闇のナルトみたいなセリフ言うな。アニメの日向とペイン戦すごいよね。今でもたまに見る。ザマーなんて何年かぶりに見たわ。ジャンクヒロインだた気がひどかった頃のイニシエの匂いがしてきたな。レベルが違うでしょ。初期桜のひどさは第7版で三角関係は初代担当との初期方針の一つだったから最後までどうするか悩んだけど、いろいろあってこうなったって最終回でのインタビューで言ってたな。あと初代担当が離れる時にサスケはどうにかしてねって言われて、二代目担当が離れる時もサスケはどうにかしてねって言われてたの。ダメだった。ナルトが大事な人を思い浮かべる時イルカ先生の次に第七班が来るイメージ。なんでイチゴとルキアがくっつかなかったんだと切れてる。そうと同じ匂いがする。皆さんは初期日向の負けヒロイン感がヤバすぎるについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。